ようございます。おはようございます。じゅんです。さやかです。お、慣れてきたね。はい、今日は鎌倉パブリックゴルフ場に来ています。はい、はい、そしてですね、今日は超有名なプロゴルファーの YouTube チャンネルとコラボ企画です。おっと、楽しみ。ということで早速お呼びしたいと思います。はい、よろしくお願いします。イエーイ、横田慎一プロです。そして横田プロが呼んでくださったのが塚田プロです。こんにちは。今日はこの4人で、プロゴルファー VS リンゴルチームということでチャンネル対決をしたいと思います。お願いします。ルール説明はちょっとさっき朝ごはんの時にしてるので、その動画をご覧ください。じゃあリンゴルさんとコラボということで、はいはい、ありがとうございます。チーム戦ということで、はい、横田慎一チャンネル対リンゴル。そうです。OK。 リンゴルチームはレディースティーから、ベストボール、スクランブル。レディースティーから思う。スクランブル。だって90以内で回るわけでしょ、誰が。レディースティーだったら85。30代出るかも。そう。ね。じいちゃんこの前出てましたもんね。この間79で回ったかな。その2人のベストボール。はい。要は T ショット2人打ちます。はい。いい方を選びます。はい。そこから2球、それぞれ打ちます。はい。っていうやつね。そうです。パターンも2回打ちます。それいいな。それめちゃくちゃアンダーパー出るやつ。めっちゃ慌ててるじゃないですか。めっちゃ慌ててるじゃん。でも、はい、プロはベストスコアじゃなくて、はい、ワーストスコア。ワースト。悪い方のスコア。なるほど。じゃあ2人バーディー止めて。じゃあ5ホールぐらい、4、5ホール行って、あまりに俺らボロ負けだったらルール変えよう。いや、私たちがボロ負けの可能性も全の方が強い。あ、わかりました。じゃあ早速ね、回っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。女子チームは、スクランブルね。はい。初の順調とスクランブルだ。ちょっとアンダー出していかないと負けちゃうんで。じゃあ打ってきますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ旗でいいかな。とりあえず打ってみるね。おお、完璧じゃない、じゅんちゃん。完璧かも。そう、あ、OK、完璧。いいキャモ。キャモ、うん、ちょっとじゅんちゃん向こう攻めさせられましたね。いや、ちょっと引っ掛けたんだよね。もうちょっと右狙ってたよ。じゅんちゃんがあそこだったら。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。ん、じゃあもう一人フェアウェイ行ってるから、もう、はい、はい、問題ないです。一人やっちゃったらもうアウトなんだけど、めっちゃなんか緊張するな、そういうの。プロチームはベストスコアではなくワーストスコア。じゃあお願いします。お願いします。おお、もうお気に入ったよ。完全お気に入って、60ありぐらいしか振ってないですね。完全にお気に入ったよ。パー狙い。待って、でも結構やばくない、やっぱ。もう足引っ張るのは、もう、いや、このルール俺らちょっとやばいかもしれない。なんかちょっとよね。緊張感が。いや、キプスになりそうだもん。緊張しますよ。久々に T ショット緊張した。じゃあ、お願いします。お願いします。一発もミスできない。一発もミスできない。結構緊張しますよね。このルール初めてなかなか緊張する。縮こまってます。木の中に入った。さすが。やばいよ。これグリーンがちっちゃいからまあまあプレッシャーかかりますよね。かかる。だってミスできないもんね。ねえ、これはやばいわ。
塚田さんの結構ガツンとあの森に入ってきましたなんか捕まえに来たかったんだけどなんかブリってなるのも怖いなと思って、僕もそれだけはと思って今こうやって打ったもん。めちゃくちゃ今さこうスナップ効かして打ってるのに、今それが自分の中の流行りの旬な打ち方なんですよ。でそれを月広しになって月広しになってあのこれでも休憩よりきついんじゃないの、ミスしちゃいけない、きついきついっす、うん、片方がすごいいいプレーしても台無しになりますからね。そうなんだよねそうそう頑張らないとなんか5ホールしてすいませんすいません、ちょっとルール変えてもらっていいですかいう可能性大。めっちゃいいとこじゃん。あのトラクイだそうでワンペナみたいです。あ、ワーストワンペナでどこに出すんだ。どこまででも出していいらしいです。あ、どこまででも出していいそうです。女性のやっぱりデビューコースにはもう最適だよね。あ、そうかもしれないですね。そういうコンセプトなんだって。あ、いいですね。86ヤード。さやかちゃんはアプローチです。ナイスオン。おっ、いい、神キック。あれ、出て結構結構ね、転がったじゃん。そうだね、手前から、手前ベゾベゾピッチングで軽く打ちます。うん、いい、あ、弱いかも。抑えすぎました。抑えすぎたね、うん、まあ、ベストボールなんで。はい。もう いっかって感じになっちゃった。さあ、85ヤード。もうボギー打たないようにってことだな。ちょっと良かったね。え？ちょっと良かったね。ちょっと弱いけど、まあもういいんだよ。パーで。これ塚田さんが頑張んなきゃいけないんだよね。塚田さん、え、あ、セーフですか？あ、セーフだって。だけどあんまりよくはない。いや、これピン狙えないから。ピン狙えない。あっちの純ちゃんのボールの花道の方に、はい、打ってって。ドローヒッターだからあれだね、このシチュエーションがまたそうなんで難しいわカットできないからさ思った打ち方なんですそうか、ドローヒッターって一打ってあのこういう軌道になるんだね。どういう軌道？え、こういう今流行りのこの一番今旬の軌道。いや、コース狭いから結構大変だやばいルールやっちゃったな。いやいや、失礼です。私のボールはピックスですね。さすがだ。めちゃくちゃうまい。つまんでるボールを。うん。バーディーとなり。今、これホールマッチ。PGA ツアー全員アプローチ回転らしいです。そうなの？はい。要はこうやって滑らすと距離のディスタンスがばらつきがある。そのレクチャーを。バック回転の方が安定感がある。
嘘だろっていう話。身長ですね、パッケールが小さくなる。身長ですね、めちゃめちゃこの企画やったらね、めちゃくちゃもうなんかパワープレイでしか回れないね、これで、なんとなく LINE 見てふむふむってでも真剣にやってよ。私いつも真剣にやってますよ。え、結構切れる、うん、入れたら勝ちだよ、もう。そうだよ。いきなり勝っちゃったよ、もう。ナイスバディアイ。マジでジュンさんの言ったところ。え、ナイスバディアイ。ナイスバディアイ。ナイスバディアイ。でかいでも安心できる。ボギーは打たんでしょ、もう。そんなことないかもしれないです。俺はだからあんまり守っててもダメだ。そうですよ。ちっちゃいゴルフしてたら。ちっちゃいゴルフしたらダメだ。うん。二人でバーディー取んないとバーディーじゃないんだから。男子チームは。そうです。考え方変えようか、もうこれ。塚田さん変えますこれ。もう今のドライバーでしたね、もう。もはや。せめて。プレーだったら。うん、あれかな。ルール変更しなきゃいけないかな。あ、いやいやいや、調子乗ってると危ないと思う。そうだよね。危ない危ない。おじさんたち死んだふり作戦っていうのを覚えてるから、ね、経験上。そういうこと、うん、ずるい。死んだふり作戦とかあるんだ。マジプロじゃん、やっぱ。やっぱプロじゃんね。いやでも緊張する。うん、ティーショット緊張、めちゃめちゃ緊張します。うん。いやーでもミスっていいのと絶対ミスっちゃいけないのじゃかなり心理的な状況は違うと思うよ。本当本当。私たちアマチュアですから。ゴルフが小さくまとまりそうだもん。そう、びっくりしちゃった。ファーストパットの刻み。でもこういうねショートとかだとチャンスです。ショートで2人ともベタピンはありますからね。でもなんかいつも難しいコースばっかりやってっから、こういうちょうどいいな、このぐらいの距離。俺結構こういうコース好きなんだよな、トーナメントで言えば和合。いや逆にいろいろ考えるよね。そう、大島コースも楽しかったし、うん、なんかねチャンピオンコースばっかでやってきたから、なんか、塚田さんが好きなコースはどこですか？ああでも去年今年で回って初めて回った関西鳴尾。まあ鳴尾、はいはい。そこは距離短いから、レギュラーのトーナメントには全然使われないんだけど、あれであんな難しいコースあんだって思って。あれも手作りのコースですよね。うん、そう手作りで。重機が入ってないという。重機が入ってないコースって結構フェアウェイが見、うん、よく見ないと分かんないが細かい傾斜あるから、うん、2回に構えてもフラットなとこはほぼないんだよね。あ、難しい。グリーンもちっちゃくてさ。あ、そうか。何一つ話してんのかな、2人は。今日は喋ってくれる人以外2人もさらに2人いるから楽だなって思って。こうやっぱゴルフとはみたいな説明がさ、うん、私たちはなんか、こんな感じかなポーンみたいな、うん、どうぞオーナーどうぞ。あ、そっかそっか。どうぞオーナー。バディでしょ。バディ。 あ、前からやるの。そうだよ。同じティーでも良さそうな距離ですよね。ほんとそうする。そうする。なんかあんま変わんないですもんね。余裕かまされた。いいよいいよ。そうする。オーケーオーケー。私撮影もそっちの方が楽じゃないですか。もう、もう全然調子乗ったね、今。そう。え、白 T って合計どんぐらいなんだろう。145で上り入れたら150。あ、でもじゃあね、私今日クラブすごいいっぱい抜いてきちゃった。じゅんちゃん、番手がない。
電車で来るから軽くしてきたの。昨日ね、相談したんだよね。どうするって言ったら。舐めてるなぁ。じゃあやっぱ赤 T じゃないとダメ。いや、ある大丈夫。あの、調整します。調整できるでしょ。調整。2セット持ってきたけど舐められてますよ。しかも T 一緒でいいですよ。舐められたよ。1ホール目で145、150ぐらい。プレイファーストですかね。違います。いろいろなことを考えて。あ、打つ前に番手言っていただけると助かります。7番やね。5番ユーティリティです。うめえな。うまいね。あ、オーバー。わあ、止まれば。やっぱオーバーかもしれない。うん、ちょっと大きいわ。つけダンブローみたいな、この絶対曲がらなそうな感じってあれだね。昭和のシニアゴルファーみたいな。シニアプロみたいな打ち方だ。褒めてもらってるの。うん。すごい。急に口数が増えて。ないやんです。はい。6番。6番しか持ってきてないです。正解だ。正解だと。これだ。でもちょっと捕まっちゃったね。これさ、さかちゃんのがドラコン選手に教わったりしてるからさ、あの曲がりそうで、あの可能性をいい可能性を。やばいやばい。すごい言葉攻めがめっちゃ多くなってる。わあ。さあ。7番やん。8に変えた。ちょっとでも球ねじれすぎちゃいましたね。そうね、はい、コメントもいいですね、カメラマンの。さすがねじれました。自分も8番でいきます、ね、はい。ミスできない。黄色く乗ってるブループリントかっこいいな。逆にこっちはもうちょっと。はい。あ。やばい。バンカー？チャンス、チャンス。いや、バンカー入ったかな。バンカーの点、バンカー超えたとこだと思いますね。いや、リンゴルこの方式覚えたら多分無敵になると思う。普通のアマチュアのおっさんとか絶対勝てないと思う。これは勝てないよ。なんかいいよ、そのぐらいのハンディキャップみたいな上げたつもりだけど、これ結構。最強のやり方。もうあの純ちゃんとか絶対崩れない打ち方じゃん。ね、フェースのガスでぶつけて、フェースの回転ゼロだもんね。ぶつけスライス。竹本が上手くなったような感じ。竹本がまっすぐ打てるよ、ね。そう。勢いこれ絶対本人の目、あの耳に届くからね。届く、絶対届く。乗ってなかった。パターかな、もう。こないだ俺エッジから空振りしたんだよ。そうでしょ。アプローチ。逆目でダフって人生初のアプローチで空振り。ボールの目、そう。いっちゃったドタンってやつ、ね。ドタンってやってヘッドボールを越えてって、ボールが宙に1センチからポンって浮いて止まったやつ。プロだったら普通サンドウェッジでパッと寄せんだろうな、これ。これはもうパターだ。試合と同じようにやるからね。じゃないと無理だよね。ナイス。ナイスです。
それも難しいですよ。マッチプレーだから OK とかいいよ、言っても。ん？マッチプレーだ、OK とか。あの辺ですね。うん。ちょうどじゃ強め。強めスライス。うん。最初だけ。もっといけ。もっといけ。おお。あんな強く打てないんだけど、私もう男子チームプレー見てないよ。ずっと相談だよ、ラインの見てた。もう強くね、弱いわ。おー、 OK だよ、2人打てば入る。すごいな。じゃあ OK だそうです。あ、ありがとうございます。試合ぐらい真剣になっちゃう。試合ぐらい真剣になっちゃって。ちょっと意見を言えばよかったな。オッケーです。出すぎちゃったんだな。いやー、なんかね、出だしがスライスっぽかったから。あ、その分だ。あのアプローチの感じだと曲がりそうなラインでしたよね。そう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 、結構左切れてったからと思ったんだけど、うん、足元のちょっと逆の傾斜までちょっと見えてなかった。うわ、惜しかったです。これやばいな。やばい。ツーダウン。やばい。結構難しいね。ミスをしないっていうことだもんね。ゴルフはミスのゲームだからね。急になんかいい方法を覚えたね。このルールはすごいルールだな。最強ルールだ。